ジブリもそうじゃないですか。ジブリはね、メタルだよね。メタルとして聞いてないじゃん。アニソンとして聞いてる。そうですよ、そうですよ。だけどあれはメタルなんだよ。こんにちは。こんにちは。今回ですね、プロドラマーの守衛さんを招きして動画をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。まず最初に守衛さんのドラム動画をお見せしますんで、ご覧ください。はい、というわけでご覧いただきました。このような形で周平さんはもうかなりエクストリームドラミングで活動をされていらっしゃいます。でしかも周平さんはエクストリームドラミングだけじゃなくてアニメソングとか芸ソングですよ、うん、っていうところもやってらっしゃるじゃないですか、はい、でそういうところでなんかメタル文化とアニメの文化が結構こうミックスしてるっていうのがいろんなところで見られると思うんですよ、うん、だからそこら辺どう考えたかなって。なんかまず日本人が一番そのメタルに接するところってアニメとゲームが 100% 一番多くて、そうっすね。例えば格闘ゲームの BGM って大体メタルだよね。そうですね、確かに。でなんか同じようにジョジョ、あ、ジョジョでもさ、ね、めっちゃメタルのすごいっすね、名前出てくるじゃん。だからそのメタル文化に一番接するところって絶対ゲームとアニメっていうのがあって、うん、まあ、なんか東宝アレンジっていうもの自体が2006ぐらいからすごい流行ってて、はい、その派生として東宝メタルっていうものが出てきてる。そうです、まあ、東宝って、まあ、分からない人に簡単に説明すると、まあ、なんかシューティングゲーム、そう、そうですね、弾幕シューティングゲームがあってそれの BGM がかっこいいっていうの でみんなアレンジしてそれをコミケとか M3 とか即売会で売ってるっていうか販布してたんですね。そうですね。メタルのその音質とかとすごいこうマッチするっていうのがあって、だからずっとこうやってたメタルのアーティストの卵たちがそこでガンってこう、そう、なんかやっぱ東方の音楽ってアルペジエーターすごい使って、ドゥルル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 、あれがすっげえメタルなんだよ。スイープですよね。そう、スイープ、あれ完全スイープだし、違いない。でやっぱりアニメもしかりで、うん、アニメもやっぱり戦闘シーンとかなんか、うん、メタルかかるわけ。かかりますね。複雑なシーンとかさ、プログレッシブメタルみたいなさ、そうですね、不穏な感じで鳴らしますもんね。それメタルっすよ。そう、なんかやっぱさ、味付け濃いかな、メタルって。はい、なんかガッてさ、うん、なんか強いから、合うんだよね。そうですね。あとアニソンのアレンジメントにおいて、うん、メタルってすごい多くて、そのパッと聞きはロックなんだけど、はい、よくよく聞いたらめっちゃメタルことをやってるのが多い。で、まあ俺は常日頃からアニソンっていうのはメタルだと思って、ほぼほぼ、ほぼほぼメタルでしょ、アニソン。確かに確かに。例えば俺世代だと水木奈々とか、そうそう、超流行って、流行ってっていうレベルじゃないよね。もう水木奈々神だし、リリカルなのか。そう。で、ガッてこう。そうそう。俺もめっちゃライブ行ってたし、曲超好きだし。はい、でもやっぱり水木奈々の曲って超メタルなんだよ。ああ、そうっすね。なんかサビキャッチなところもなんかちょっとメロスピ感、そうそうそう、ちょっとあるし。で、しかもなんか、俺が一番好きなアルバムって、インパクトエキサイターっていうアルバムなんだけど、はい、インパクトエキサイター、メタル曲が結構ある。うん、ああ、なるほど。で、通話するんでしまくっていう、はい、曲とか、もう多くて。軽音流行ったじゃないですか。うんうん、軽音の、あの先生を覚えてます。うん、あの先生ギターだったっすよね。いや、あれさ、はい、あれギターシージャさんだよ。あ、そっか。そうだそうだ。アニメタル、アニメタルとかやられてて、あの流れも、軽音ってすっごいこうなんか、女の子にも意外とこうバンド文化みたいなのが広まったり、うんうん、いいきっかけだったじゃないですか。でそこで先生がメタルやってるっていうのが、そう。あ、面白いっすよね。面白い。うん。やっぱライブグッズ使ってね。そうっすよね。そう、渋いっすよね。もうあれ、シリアさんだからね。要は。もともとガーゴイルでやられてて、で、今、こういうゲームでやってらっしゃって、まあ、本当にもう、日本のメタルの神よ。神ですね。うん、泣きのメタル。泣きメロ。ですね。泣きメロシーン。泣きメロの、そうっすね。泣きメロシーンですね。彼とかが本当にその軽音とかでもやられてたっていうのが、これまたアニメとメタルのまた融合の一つの象徴でもあります。そう、うん、なんかやっぱり自分がそのアニメ業界に足を踏み入れられたっていうのは、うん、長崎さんっていう人の力が大きくて、はい、ご一緒に仕事をされてらっしゃる。そう、でも一番最初の仕事がもう長崎さんにアサインしてもらった、はい、で長崎さんは例えばベビーメタルの曲を作ってたり、うん、
あと、もともと長崎さん自体がジャパコア出身だったり、あの人のすごいところは、そのなんか、アニメ界隈で自分の色を出し切るっていうのが、なんかすごくて。なるほど。上坂すみれさんのバラランクスビルっていうのが、それ DB と使ってる。ああ、DB とってあの、グラインドとかで使われてる。そう、ディスチャージっていうバンドが使ってた、はい、あのビートで、どっち、どった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 っていうビートなんだけど、それを、使ったり、自分のルーツをさ、うん、曲げずにさ、そのフィットさせて、うまく、そう。で、しかも話題かっさらってみたいな、超かっこいい。かっこいいですね。で、ドラゴンボールスーパー、はい、超テレビシリーズで、ドラゴンボールのエンディングの、はい、バッテン少女隊っていうアイドルさんの曲で、はい、ヨカヨカダンス、はい、もう自分が書かれて、最初の、本当に最初の方の仕事なんだけど、はい、それも長崎さんに確か、さんそれもね、ラスサビ前にラスなかなかそのシーンで見られないことをね。そう、いや、あとなんか同じ時期に撮ったダンガルドンパーのエンディングのドラストリップのイコールジエンドかな、うん、もう確かこっそり撮ってるし、いいっすね、そこ奈良崎さんのあの魂的なところをちゃんと踏襲してる、そういうメタル、まあメタル畑というかジャパコアっていう、うん、まあ本当にこうアンダーグラウンドで、そう危険的なところ出身の方がそういう第一線で自分の色を出しながらやってるっていうのが、うん、これかっこいいっすよね。まあこれも長崎さん案件なんだけど、うん、はい、アイカツっていう幼女向けの作品、はい、ゲームがあったんでね、はい、ゲームアニメが、はい、それのね、スマホアプリ用の曲で、はいはい、なんかね、ハロウィンの曲があって、それがね、ブラックメタルだったそっち行っちゃったな、やばくて、トレモノめっちゃ、ほぼ全編トレモノみたいな、なるほど、やつで、はい、それも超面白かった。あ、やばいし、ね、でしかもなんかそういうのこそさ、はい、俺が叩く必要性があるじゃん。確かに確かに間違いないです。それはマジで楽しかったし嬉しかったし。それ面白いっすね。でしかもさ、そんなブラックメタルの上でさ、はい、あの可愛いキャラ歌ってんのさ、面白いでしょ。でしかもなんかアニメっていう存在自体がさ、うん、すごいストーリーとかエピック性だったりメタルじゃん。そうですね。なんかファンタジーだからメタルって。はい。ラプソディとか。そうそうそう。猫ですよね。ドラゴン、ドラゴンがこう戦うみたいな。そう、ドラゴンが飛ぶ谷を守るっていうね。そう、王のためっていう。それってさ、ファンタジーだし、ファンタジーイコール、はい、メタル。それはまあ親和性は高いよね。ああ、確かにそうですね。で、あとやっぱね、なるほどな、グロテスク描写とかっていうものが許される最後の砦だと思ってて、うん、アニメっていうのは。はい。で、なんか、メタル好きな人はみんな好きだと思うんだけど、エルヴェン・リート。はい。エルヴェン・リート。うん。はい。エルヴェン・リートってすっごい怖い要素が。ああ、そうですね。相当ショッキングな、うん。しかもなんか、撲殺天使、ドクロちゃんがあったじゃないですか。あれは、こう、どっちかっていうと、こう、ポップに描かれてる。で、エルヴェン・リートはもっとこう、なんか、シリアス。シリアスですよね。うん、そこが、なんか、より、メタル感、マシマシな感じでいいですよ。エルヴェン・リートはやっぱり、海外勢にもすごいさ、影響を与えてましたね。だって、あれっすよ、あの、今、ネットリックスで超話題の、あの、ストレンジャーシングスの作者が、うんうん、もうエルフェンリートの影響を受けてるって、インタビューで。え、そうなんですよ。すっげえな。確かに感じるんですよね。日本のその、なんかちょっとダークなところを、相当投資して、うん、今、ストレンジャーシングスもトップじゃないですか、うんうん、そういう表現、なんですか、うん、映像作品。そうだね。そこに、がっつりエルフェンリート絡んでるっていうのが、うん、ちょっと嬉しかったし、うん、もうそれこそエルフェンリートってさ、ゴア描写がすごいから、自害っていうさ、あ次回チェコのゴアグラインドバンドの T シャツで超有名なのがあって、俺にアキラとかの表現もまああれも結構いや大好きよ、ロテスクじゃないですか。でまあテーマもちょっと一回滅んだネオ東京みたいな感じで、うんうん、メタルだよでさあのアキラのさ一番有名なさ、はい、爆発のシールじゃん、あれメタルでしょ、ね、完全にメタルですよ。でなんかアルセストのネージュがさアキラ大好きすぎてインタビュー、 YouTube のインタビューでアキラの T シャツ着てて、はい、てかメタラーで、うん、オタクなんて当たり前の話なんだよ確かにそうだ。だってカニバルコープスのさ、はい、フォープスグラインダーがさゲームオタクだから、はい、ああ私モービットエンジェルのスラロスもランマー2分の1ランマー2分の1って一つ調子になってますから、ね、ジブリもそうじゃないですか。ジブリはねメタルだよ、ね、メタルですよ伝わってるからこれジブリはメタルで、マジメタルっすね。ナウシカの世界観間違いないです、本当にメタルだそうですよ。だってジブリのやっぱアレンジも流行ったじゃないですか。流行ったメタルで、ね、何でしたっけ、フライングなんとかって、あのイマジナリーフライングマシーン知らないですか、名前知らなかった。このイマジナリーフライングマシーンっていう、まあこれ流行ったよ、ね、プロジェクトで、そうこれめっちゃありましたよね。これ超流行った。
で、すっごい合うんですよね、ジムとメタルのツーラスとかソロとかが。やっぱさ、なんかエピックじゃん。あ、そうっすね。そのジブリの曲って。これ、そうね、それこそさ、君を乗せてもさ、超エピック。エモーショナルでエピックでさ、そうですね。壮大じゃん。うん、世界観のファンタジーだ。ファンタジーっすね。これちなみにブラスト入ったんですよ。マジか。結構正義だわ。正義っすよ。だからジブリもそう、アキラもそうだし、逆にそういう文化が海外の今一線、第一線のメタラーにガンガン影響を与えてるっていう側面もあるしっていう。そうですね。だから本当にそういうところもアニメとメタルってところでかなり親和性、もう切っては切れないぐらいの親和性っていうか、くっついてるから。そうですよね。だから本当にそれは日本の東方も含めて独特なこう混ざり方をしてるっていう。俺がそもそもそういうアニソンとかっていう声優さんが歌ってる曲をすごい好きになったっていうのの一番最初が、あの田村ゆかりさんのネタウサ姫っていう、はいはい、それなんだ。あ、ネタウサ姫ね、アンセムのギターの方が使ってる。そうなんすね。なんかそれがめっちゃメロスピに、あのゆかりのすげえ燃えるボイスが飲んでて、最初ね、すごい嫌悪感、はい、なんじゃこれ、すっごい嫌だったんだけど、でもね、なんか聞かずにはいられないで、ずっと聴き始めて、うん、あれこれ俺好きなのかもしれないそっからもうそういう声優さんのライブとかになって、はいはい、で、水木奈々聴いたらメタルじゃん。あ、メタルすごい、メタルじゃんで、進撃の巨人のオープニングのさ、グリーンのインディアン、あれってさ、メタルじゃん。完全に見たことだって、あれエピカカバーしてる。そう、エピカカバーしてるし、はい、サンドホライズンってメタルだからさ。そうですね、確かに同人メタルじゃん。そうっすね、そもそもあれもさ、すごいみんなさ、うん、メタルとして聴いてないじゃん。アニソンとして聴いてる。そうっすよ、そうっすよ。だけどあれはメタルなんだよ。そういう意味じゃ、その作曲制作してる人たち、うん、音楽をにはメタルってかなりやっぱ影響、もうめっちゃ影響を受けて与えてますよね、うん、だから言ってしまえばメタルってダイレクトでこう視聴者とか、うん、一般層には伝わってないかもしれないけど、そうやって間接的にアニメとかの音楽でそれを噛んだものが生まれてるっていうのは一ついるかもしれない。そう、まあ、個人的にはダイレクトに言ってほしいんだけど、まあそうなんですよ、ね、我々としてはそう知らずに、なんかアニソンを聴いてる人ってすっげえいろんなジャンルの音楽を聴いてる、知らずに聴いてる。あ、なるほど。だからアニソン聴いてる人ってどのジャンルでもいける。 100%。 確かにそうかもしれないですね。まあここだけの話、うん、アニソンとかって自由に作ってるわけじゃなくて、発注があるわけ。まあそうです、ね、商売、そう、商売だから、商業ベース、商業だから。その時に参考曲、はあはあ、こういう曲、リファレンスっていうのよ、はい、こういう曲をの感じで作ってくれるっていう、ね、よくある。そう、それが指定があるんだけど、うん、メタル曲の場合多分ね、はい、結構偽で作ってるんですよ。あ、だから、まあ、キャラソンとかさ、うん、そういうのだとあるから、うん、それを調べて聞いてみると、はい、そっからいける。あ、なるほどなんかそういう意味でもメタルを知る上で、まあ、アニソンから入ってみるっていうのも全然ありで、うん、ぜひですよね、うん、だし、そのもしかしたらあなたが聴いてるそのアニソンがそれメタルなのかもしれないっていう、知らないだけだなかっていうところ全然あるじゃないですか、うん、ある本当っすよね。多分ね、相当聴いてると思うですよね、うん、実は聴いてるんですよあなたのメタルをっていうところから、なんか深いところまでぜひ掘り下げてほしいなっていうのが、こう我々でメタルとしてやってる身としては思うところです、ね、メタル好きとしても、はい、メタルとアニメ両方に関わってる身としては、うん、ぜひ。そうっすね、という感じでちょっとシエさんと一緒にメタルとアニメの親和性を